はい、たけし農場です。昨日ね、網外したコシヒカリです。稲の苗です。順調なんですけどね、ここ 2,3 日でね、一気に伸びてしまいまして、多分根っこの状態がザクザク、要は上ですね、地上部が一気に伸びちゃって、根っこの充実が間に合ってないっていう状態なので、まああと1日か2日ちょっとこの庭でね養生して、ちょっと乾燥させてから持ってってもいいのかななんて思います。で、昨日ね、田んぼを見に行ってきましたら水は来てましたんで、いつでもプール育苗には切り替えられるんですが、あえてちょっと田んぼへ持っていくタイミングをずらしたいと思います。で、昨日からね、全然水かけてないんですけど、全然白くならないんでね、明日は多分晴れるんで、少し乾いてくれると思うんですけどね、できれば 2,3 日水を切って、寄れるくらいまで乾かしてから持ってった方がいいのかなっていう気はするんですけどね。っていうのはね、今年戸祭君の家の、田植えやってまして、やっぱり根っこがザクザクで、根切り板入れるときに切れちゃうんだよね。やはり根っこが完全に回ってないとね、だから見た目はすごく伸びてるんですが、地上部が先に伸びちゃって根っこが追いついていかない。特にビニールハウスでね、ある程度温度かけて水も十分かけちゃうと、そういうちょっと地上部と根っこのねバランスが崩れてきますので、ここはちょっと一旦締めてからね、田植え持ってった方がいいのかなと思いまして、ちょっとね様子見ます。 2,3 日様子を見て、それから移動をしたいと思います。で、田んぼの方はね、まあこれから田んぼへ行って水入れをやりたいと思います。以上です。